はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、今回は予告した通り、宝箱開けの旅に行きたいと思いますので、まあ、またちょっと調べてはあるんで、まずはラダトーム。ここ飛べんの？ラダトームまで行けるな。で、ラダトームの街だ、城じゃなくて。銀行2階の壺ということで、銀行の2階。こんなとこも覚えてないよ。いたーこのアレフガルドのどこかに勇者ロトの残した剣があるらしい。マジで超欲しい小さなメダル。で、また時間ができたら小さなメダルを交換してコロシアムに行きますか。ここはもう大丈夫だ。じゃあ次、次はね、海賊の家。てか、キメラの調査足りるかこれ。海賊の家の地下の壺。そうするとまた小さなメダルかな。地下の壺ってどこだっけ。久々だな、ここ来たのも。あ、この地下か。地下の壺と。おお、小さなメダル。よし。で、ここ多分ね、天井頭ぶつけちゃうんでね、そういうのあんのかな。使ってみよう、フェニックスの。じゃなくてキメラの翼。次がメダル王女の城。ここには確かにありましたね。右上のところっすね。また後でここは来るとして、メダルが集まりそうなんで他のところと。おお、キラピアス。これはアリーナだな。種だな。種がいっぱいある。じゃあちょっと一旦帰りましょう。で、次がデスパレス。デスパレス、あった。地下の宝箱と地下牢の壺。ここ普通に敵は出ないっすよね、確か。話しかけない限り。あれ、地下ってどこだっけ。あ、こいつらのとこ。これに逃げ出したら確実に殺されるぞお前ら。何、太ってるやつから食うの。そういうもんなの。神父さん、おお、神よ私の命だけはお助けください。何にも入ってねえし。あとは、あれ、ここってただ上に出るだけだよね。違ったっけ。あれ、違うっぽい。あ、全然違った。全然意味ねえとこだ。デスパレスのね、地下牢壺っていうのはここのことだから。あと地下の宝箱、どこにあったっけな。この後ろだっけ。あ、違う、ここ商人のところに出るんだ。あ、そうだよな、あのバリアゾーンだっけ。もうここちょっとしか来てないかな。てか、デスピサロ戻ってきてんじゃん。お前ら完全にシカトだな。勇者一行がデスピサロを連れて戻ってきた。絶対話題になると思うんだけどな。どっから行くんだこれ。一旦上。これピサロだけで行くとなんか言ってくるのかな。お、ピサロ様みたいな。ちょっとそれをやる時間はないんで、先にどっちへ行くか。ここは会議場。ここからデスピサロが飛んできたとこだから、ちょっと一回じゃあ下に降りるか。トラマナ持ってるやついねえかな。食らい続けるか。ここクラウドがいたとこでしょ。こういうとこ入れないっけ。地下の宝箱とかいうのが見つからない。あとは上のところに行けるところがあったんで、これどうやって行くんだっけな。こっちか。で、
下からこっちに、あああれだ、あそこだ、見つけたぜ。だいぶパワーを消耗してしまった。ミミックとか出たらやだな。1だから確実に死ぬ。こう回復させて、そうベオマもね全回復するわけじゃないんで。よし、小さなメダルだいぶ溜まったな。源氏の盾だ、よっしゃ、源氏シリーズが。あーでもこれあれだ、両手剣装備してっかな。ピサロに装備させるか、源氏の盾。ドラゴンシールド、ドラゴンメールがあるからいいか。よし、フバーハはな、ちょっと、あーパンドラボックスだ、あぶねー。危うくヒットポイント1でこいつらと戦うとこだった。風魔集権使っちゃおう。くれー、208、めっちゃ強い。うわー、こいつの攻撃力も強いな。フレアセイバーの出番だ。217、サンダガでも打つか。ウォーターガってほとんど打ってないな。あとは闇の剣の力が何に依存するかだな。魔法力かな、何も持ってねえし。これでようやくデスパレスが終了したんで、アリアハンの宝物庫の宝箱は取ったから、アリアハン地下牢壺も取った。じゃあとりあえずこれで終わりですね。であともう一つちょっと教えてくれた人がいたんだけど、アレキサンドリアの町に小さなメダルがあるっぽいんですね。あの花束の真ん中のところ取ったっけ、取ってないと思うんだよね。ここにね小さなメダルがあるみたいなんですよ。おー、あったーすげえ、だいぶ溜まったな今回小さなメダル。じゃあちょっとこのままメダル王女のところに行って一旦小さなメダルを交換しましょう。何個だ？53枚、奇跡の剣、やったー奇跡の剣。あー54枚で神秘の鎧、あと1枚。斬鉄剣と奇跡の剣だったら、あーこれだったら片手剣にしよう。奇跡の剣装備させて、でなおかつドラゴンシールドだな。フバーハはねちょっと欲しい、だいぶ硬くなったなこれで。じゃあこのまままた竜の首コロシアムに行って、まあ少し荒稼ぎをしてきますか。全然荒稼ぎって感じじゃないけど、いいよし、まあ、まずはちょっと宿屋で寝ましょう。100円、でまああんまりな、ピサロも1レベル2レベルくらいしか上がってないからどんだけ強くなったかって言われると微妙だけど、まあ、ただ源氏の盾を装備して、一応フバーハはつけときたいから、でロイヤルクラウンも装備してるからちょっと強くなったな。斬鉄剣どうしよう、ちょっと一旦勇者の奇跡の剣を、まあ、適当に雷鳴剣にしてピサロに装備させよう。うん、これでいこう。あ、風魔手裏剣かけると風車になるのか。風車はちょっともう一個持っとこう。これはもう楽勝だな、負ける気がしないこれでも回復すんのか、マジか、めちゃ強えな、すげえいい、相性いい奇跡の剣と。これで本当だったら風車を量産したいんだけど、そんな時間はないんで、あとはブラッドソードか。あーこいつらか、もう雑魚だな、もう絶対負ける気がしない。おーいい、回復させられたよ。いやこれはいいや、先に前衛の竜を2体倒そう。焼けつく息、これ食らうと厄介だな。うわー甘い息スーパーコンボ食らったよ、やばい、タコ殴りだ。これはもう見てるだけしかできないのか、ディレイ。
おお、治った。毒の息。あれ、これ闇の剣使ってさ、大丈夫？減ったんだけど当たり前のように減ったんだけど。普通に攻撃するか。ちょっとずつ回復していこう。24。うん、1回分の攻撃よりは大丈夫だな。ソウルセイバー。ソウルセイバーって何？強いの？ちょっとベホマで回復させて、まあ見てみましょう。ソウルセイバー、切った敵からマジックパワーを奪い取るプラスザキ。あ、たまにザキが発動するのか。それ結構いいかもな。これさ、あれ、ソウルセイバーない。こいつ装備できないでブラッドソード何本あるんだよ。ブラッドソードからブラッドソードをいっぱい手に入れたかな。ゾンビキラーがないのか。ブレイブブレードも持ってないですね。ここら辺持ってないな。めっちゃ強そう。草薙の剣、エグスカリバーとか、アサシンタカーか。あと、あ、こいつか。こいつ結構強いんだよな。むしろ操った方がいいような気がするんだけど。まあ、これでちょっとやっていくか。アースシェイク。これさ、大地の衣つけてればさ、食らわないんじゃないか。まあ、とりあえず闇の剣で回復はできんな。全然間に合う。158。こいつより遅いってことはないから、2回連続で攻撃を食らう。うわ、ミールストーム来た！あぶねえ。これはもうあとはこっちのマジックパワーが尽きない限り負けはないな。よし、こいつも対抗できるぞ。これで全開。しぶてー、マジしぶてー。むしろ俺のマジックパワーが尽きるかもしれない。あと10回。いや、あと10回やれば倒せるでしょう、どう考えても。あ、倒した。デーモンスピア、まあ、槍使うやつは今いないからな。ベホまで回復して、ちょっとピサロのマジックパワーが減ってきたんで一回寝ましょう。だいぶもうアイテム変えられるようになったな。あと祝福の杖もある。これを、あー、パンドラボックスかー。こいつ結構強えんだよな。まあ闇の剣で攻めていくか。必勝パターン。うわよりによってクリティカルが出た。しかも魔法トラ使ってくんのかー。やばい、魔法トラはかなりやばいぞこれ。うわ、どんだけ魔法トラ使うんだよ。俺のマジックパワーを奪わないでくれ。ヒットポイントはとりあえず回復したけど、うおお、20くらい吸い取れるかな。次魔法トラやられたらやばい。レベル5ザキ。え、危ねえ。なんでクリティカル率がめちゃくちゃ高いんだけどこいつ。わあ、これでマジックパー全部吸い取られた。やばい。おお、奇跡だ。回復200はね食らわないはず。うわー、2回食らったか。パンドラボックスは強い。いやー、強かったなー。っていうかさ、こっちと戻ろう。ピサロの、あ、そうか、全回復してるんだ、死んだから。裁きの杖って、誰か持ってたよね。ミングが持ってたっけ。ビーストキラー、電撃無知。あ、メタルウィング。メタルウィングあるじゃん。メタルウィング、あ、じゃね、ウィングエッジか。全然違った。で、フレームシールドとか、ここら辺のやつは多分、シールドが変わるだけだから、ちょっとほっとくとして、水の羽衣も欲しい。売ってたな、水の羽衣も。菊のクラウン、ダミアのティアラとか、大麻の腕輪、守りのルビー。あ、月の腕上がる。これちょっとかけよう。あ、こいつだったらいけそう。あ、でもこいつね、石化させてくんだよね、そういえば。どうしようかな、なんか、これだっていうのあるかな。メタパニーマ。てか、ブレイク効くかな。絶対効かないよ。ガードそりゃそうだよね。おお、石化した。これどうしよう。ちょっと石化用の装備があればつけようかな。それさえあれば多分
どうにでもなると思うんだよね。ないビビのやつはセーフティービット、あ、石あるわ。ちょっと一旦命のリングにして、まあ、早手のリングは大丈夫でしょう。セーフティービット、よし、これで絶対勝てる。あ、守りのルビーも誰か持ってた気がするな。てかモンスター変わってるし。マホトーン、これくらいだったら余裕だな。くらい。オーケー、一層。あ、守りのルビーになるのね。これあれだな、じゃあ。多分、交代だな、守りのルビーと、月の腕は。まあ、一応やりますか、じゃあ。どっちがいいんだろうな。また同じだ。これはもう、決まったな。まこと、無駄。敵の攻撃パターンまで一緒だし。うわぁ、踏みつけが来た。で、これで終わりと。で、どうせ月の腕輪に戻るんでしょ？うん、戻ったね。じゃあ、とりあえずこれは、これでいいか。あとなんかあるかな？祝福の杖な、気になるよな。ちょっと。とピサロのヒットポイントを回復させてもう一回だけ挑もう。モンスターは変わる可能性があるんで、ちょっとパンドラボックスじゃなければ勝てるかもしれないんで全然パンドラボックスだし勝てる気がしない。早いんですよね、しかもこいつ効かんよ。きたー、マホトラ、マホトラ連発。アンの剣がな、マジックパワーだけじゃなくてヒットポイントもある程度吸い取れればいいんだけど、今回マホトラあんまり連発してこねえな。うお、来た。あ、このパターンだ。超強え。会心の一撃の確率が高すぎるこいつ。無理だな。よし、とりあえずこんなもんでいいかな。じゃあ何手に入れたっけ。もはや一回アイテムとか整理した方がいいな。いらないのはちょっと売った方がいい。女性用の両手剣、セイブザクイーン、グラディウス探検。グラディウス強いな。キラーピアス、一度に2回攻撃ができる、まあ、攻撃力そのものは弱いよな。女性用の武器、キラーピアス、アリーナの他に装備できる人いるのかな。うお、革のムチとか旅人の服とか未だに持ってたんだ3つ。どんだけやってないんだよ整理。クリスタルとか一応あるし。じゃあこんなものかな。また宿屋に寝て、はい、というところで、じゃあ、鍵開けの回は、今回ちょっと早いですけれども、これで終了して、また次回物語の方やっていきたいと思います。